はいそれではホワイトボードを写される方は写していただければと思いますはいそれでは第二節財政政策になりますえ、そして第三節では金融政策こちらを学習しますがえどちらもよく試験に出題されますえ財政政策と金融政策どこがどういうふうに違ってくるのかえこれをしっかり押さえていただくということがポイントになりますので まずはこの財政政策の方から見ていきたいと思います財政政策というのは財政つまり政府ですね政府が財政によって経済政策これを行うことを財政政策といいます具体的には政府支出あるいは税金ですねこれを政府が調整したりするこれが財政政策ということになるんですが試験対策上よく出題されるのは 拡張的な財政政策の方ですから、拡張的財政政策、こちらを中心に解説させていただきたいと思います。拡張的財政政策というのは具体的に言いますと、政府支出を拡大すること、そして減税、税金を減らすこと、これを拡張的財政政策と言います。これを行うとどのようになるのか。と言いますと、政府支出は G。 そしてて税金は、T、で表させいいいただいただかと思います政府支出を拡大するつまり政府がお金をこういっぱい使うようになる例えば公園をいっぱい作ったりあるいは道路をいっぱい作ったりあるいは例えば公民館ですとか、まあ、そうしたものを作ったりするこれをいっぱい作るということは政府支出が増えます。ということはこれ G がプラス 多くなるまあ矢印で書きますとこう上向きになる、まあ、このような形ですねそして減税、まあ、これは税金を減らすということですから税金 t が減るわけですから下向きということになりますでこうすると IS 曲線がシフトするんですが左右どちらにシフトするでしょうかこれは ちょうど今までの復習になりますので、しっかり例えば右シフト、まあ最終的に右シフトになるんですが、右シフトと覚えていただいても結構なんですが、どうしてこのようになるのかというのをちょっと確認していきましょう。そうすると、G、こちらは総需要曲線の中に出てきました。Y イコール、ま YD イコール、C プラス I プラス G でした。G が増えるわけですから、総需要が増えるということになります。 一方減税の場合この t というのは YD この中にないですよね c+i+g プラスプラスの中にないですが C 消費に影響してきますつまり減税をすれば可処分所得が増えるわけで表しましたが減税をすれば税金が減るわけですから使えるお金が増えますよねというのは皆さんもこう実感できることかと思います。 で過分所得自由に使える所得が増えれば、まあ、当然お金いっぱい使ってみようかなとなりますから消費が増えるで消費が増えれば需要が増えるということになりますのでどちらにしても IS 曲線が右の方にシフトするということになります。まずポイントはここですねですから試験対策上重要なのは財政政策拡張的財政政策を行うと IS 曲線が右シフトするならまずこれをしっかり押さえていただければと思いますで一方反対の場合、まあ、緊縮的財政政策というんですが、まあ、逆にこう引き締める場合ですね増税をするあるいは政府支出を減らす縮小するような形にするそうするとまあそれぞれこれが反対になるわけですから IS 曲線が左にシフトするということになるんですが試験対策上大体たい 財政政策が何も書いてない場合は財政政策のあったや拡張的財政政策のことを指しますし試験対策上もこの拡張的財政政策が問われることが多いので財政政策を行うと IS 曲線がミシフトするまずこれをしっかり頭に入れていただければと思います。でこの結果最終的に国民所得や利子率がどうなるかこちらについては覚えていただいてもいいんですが。 実際に IS 曲線右シフトさせていただきますとすぐに分かりますのでグラフの方でこちらの方を見ていきましょう例えば政府支出を拡大させるつまり拡張的財政政策を行うと政府支出を増やした分だけこのような形で右シフトしますこの矢印と同じ分ちょっと矢印ここに書きますがこのような形で 拡張的財政政策をえうそうするとどうなるかといいますと IS 曲線が右シフトするわけですね。そうするともともと均衡していたこの E から E' の方に IS 曲線と LM 曲線の均衡点が移動します。そうすると結果的に 新しくこのような形になるわけですねつまり利子率はもともとのところから上がりそして均衡の国民所得も Y から Y' の方に増加したという形になります利子率が上がる国民所得は増えるこれが財政政策拡張的な財政政策の効果なんだなここをしっかり押さえていただければと思いますつまり もう何回かお話ししていますがちょっと重要なので何回も言いますが財政政策を行いますと IS 曲線が右シ,シフトしてその結果利子率が上昇し国民所得は増加するとこのような形になりますただ政府支出これ拡大した分ここに書きましたねこれよりも国民所得の増加分が小さくなっていますこれがなぜかというのが後ほどこちらの方でやりますがクラウディングアウト こういったものが発生する結果、国民所得、ちょっと増えはするんですが、いっぱい増えるというわけではなく、ちょっと抑制されてしまう、これも後ほど出てきますし、これもよく出題されますので、後でご説明をさせていただきたいと思います。その前に、カッコ2のところにビルドインスタビライザー、こちらの説明がありますので、こちらの方ホワイトボード、右上のところで説明をしていきたいと思います。これかっこして自動安定装置 となっておりますが、まあ経済、景気のまあ安定化の装置仕組みなんだなということになります。ビルトインというのは例えばビルトインキッチンとか、あるいはビルトインコンロ、こういったものがありますよね。これあらかじめこう据え付けられた、つまり組み込まれたようなものというのをビルトインと言いますので、あらかじめ組み込まれているこれがビルトイン。そしてスタビライザーというのはどういうものかというと、安定装置のことを言います。 カメラや車、これがお好きな方はご存知かもしれませんが、車、例えばスポーツカーとかって、こう回転しないように安定化させるために付けられている部品、これをスタビライザーと言います。カメラにおいては、こうブレが発生しないように、こうバネとかを使って、あまりブレが発生しないようにしている安定化させるための装置のことをスタビライザーと言いますので。 え、ビルトインスタビライザーというのは、あらかじめ組み込まれた。安定させるための装置、つまり自動安定装置になるということになります。で、ここで出てきておるわけですから、経済における自動安定装置ということになります。え、これどういうことかといいます。とま例として累進課税制度え、こちらを挙げさせていただいたんですが、えもともとえ景気というのは波があります。つまりえ、時間が経つにつれて。 いい時もあれば悪い時もある。これが波のように循環していくのが景気です。で、これがまあ景気良すぎてもいけない。芝悪すぎてもこれ波があると困るので、ちょっと抑えたいわけですね。そのためのま装置仕組みとして、例えば累進課税制度のようなものがありますよ。ということなんですが、これどういうことか？と言います。とえ、例えば景気がいい場合ここですね。 それと景気が悪い場合ここでどのようにこの累進課税制度が働いているかというと青うのがいいですかね景気がいい場合から見ましょう景気がいいと税金どうなるでしょうかまあ所得税とか考えていただくと分かりやすいんですが累進課税制度というのはこれは所得税の場合例えば所得が大きければ大きいほど税率が高くなるわけですよね。ということは 景気ががいい場合皆さん所得が増えますそうすると所得税の税率が高くなってしまうので支払う税金これが累進課税制度がない場合に比べると増えてしまうということになりますで税金が増えれば、まあ、先ほど学習しましたが可処分所得というのはまあ減ってしまうわけですねつまり累進課税制度がない場合に比べると 抑えられてしまうと抑制されてしまいますよということになります景気が悪い場合はその反対ですね景気が悪いということはまあ所得ちょっと減ってしまうわけですねそうすると所得税これの税率が累進課税制度によって低くて済みますので累進課税制度がない場合に比べると 税金が少なくて済みますそうすると可処分所得というのは累進課税制度がない場合に比べると少し多くなりますつまりまあ促進されるという形にしましょうか可処分所得が累進課税制度がない場合に比べれば多くなるそうするとこの景気の波というのはどうなるか というと、景気がいい場合は抑えられるわけです。つまり、このような形ですね。そして、景気が悪い場合は、過小分所得、そこまで少なくならないで済みますよ。ということですから、このような形で、景気の波が少し緩やかになる。つまり、安定化するという装置なので、ビルトインスタビライザーというと。このように考えていただければ結構です。 そして次がカッコ3ですかねクラウディングアウトとなっておりますこのクラウディングアウト先ほど少しちょっと触れましたがこれ試験対策上よく出題されますでここの赤で書いた流れですねこれをしっかり押さえていただくということが試験対策上重要になりますこれがですねちょうど四角囲みのところ矢印でかなり10個ぐらいありますかね矢印で段階を追ってありますが これの中から特に重要なポイントだけこちらで埋めていきたいと思いますそしてこの資格確認の内容ちょうど今までの総合的な復習にもなりますので確認をしていきたいと思いますまずは財政政策を実行します、まあ、つまりこちらですね財政政策を実行すると例えば政府支出拡大すると G が増えるこれ先ほどで学習しました G が増えた結果 IS 曲線が右シフトしますよというところが最初のところに書いてありますね。で、そうすると国民所得が増えますよと書いてあります。ここで Y から Y ダッシュダッシュとあります。つまり利子率がもし変わらなければそうすると本来国民所得は Y 出シュダッシュこちらですね政府支出を拡大した分と同じになるはずですただ先ほど見ていただいたようにそうなっていないわけですよねなぜそうなっていないのかというのがここのポイントになりますそれがまあここからですねどうしてこうなってしまうのかというのが次の矢印のところ国民所得が増加すると取引需要が増加するとあります え取引需要というのは国民所得の増加関数ですよというのは以前学習させていただいたかと思いますまつまり国民所得が増えれば取引需要というのも増えますよこうしたお話でしたで取引需要が増えると貨幣需要これどうなるか取引需要が増えるわけですからそうすると貨幣需要曲線というのも右にシフトするとこのような形になります 取引需要が増えた結果その分だけ右側にシフトするわけですねそうするともともとの均衡利子率だったこの R のところに対してこのような形でここですねこちらに利子率が上がってしまうということになります利子率が上がってしまいます で利子率が上がると投資はどうなるでしょうかこれも復習ですねこちら投資曲線になります投資曲線ここも既に書かせていただきましたが利子率が上がることによって投資が減ってしまうわけですねもともとは例えばここだったとしましょう利子率が上がった結果ここに移動しますので投資が減少してしまうこのような形で 投資は減少すするとということになりますで投資が減少するとどうなるでしょうか国民所得に対する影響はどうなるかというと YD つまり総需要曲線これは下側にシフトするわけですね YD というのは C プラス I プラス G 海外を考えなければ C プラス I プラス G ですから I が減るということはその分だけ こう下側へシフトすするわけですねそうすると YD が減少した結果国民所得というのはここですねこのような形で減ってしまうとつまり最終的に国民所得は減少するようなこのような流れになる。 こちらがクラウディングアウトの内容ですね。クラウディングアウトとしては拡張的な財政政策を行った結果利子率が上がり利子率が上がった結果投資が抑制されますよ。これをクラウディングアウトと言います。でこの結果最終的に国民所得ちょっと減少してしまうよというのがこちらの内容になります。これを まあこちらで先ほど見ていったのをもう一度ちょっとここで見ていきましょう。クラウディングアウトの復習になります。拡張的な財政政策を行うと IS 曲線が右シフトしますよ。ここをまず覚えてくださいというお話でした。国民所得 IS 曲線が右シフトします。で右シフトすると利子率が変わらなければ えここになるはずですよねここ y ゼロとして Y2 としておきましょうかえこうなるはずなんですが利子率が上がってしまうわけですよね利子率が上がってしまった結果投資が減少する投資が減少するこれがクラウディングアウトの内容になりますでこの結果国民所得には ちょっと抑えられて Y のところでとどまってしまいますよというのがこちらの内容になりますこちらよろしいでしょうかでこのクラウディングアウト四角二のところで発生しないケースというのがありますつまりこのクラウディングアウト今発生しているんですけれどもこうした IS 曲線や LM 曲線の傾きによって発生しない場合あるいは大きい影響がある場合こうしたケースがありますので これは後ほど、後でホワイトボードを切り替えて見ていくんですが、その前にこの基本パターン、こちらの方で、保安試験の問題をちょっと確認していきましょう。ちょうど平成27年度の第6問ですかね、こちらが収録されております。この問題、今までの内容をしっかり理解できれば解けるはずの問題ですので、しっかり解いていただいて、そしてその後、この後の解説の方を聞いただければと思います。それでは一応、ちょっとこちらの方を 確認していただくために一回ちょっと右端の方に避けますのでそこで動画止めていただいて解いていただいてからこの後の内容を聞いていただければと思いますそれではよろしくお願いしますはいそれではよろしいでしょうかそれではこの後解説の方をしていきたいと思います平成27年度の第6問ですけれどもまず A から D まで選択肢がありましてこの中から2つが正しいということですかね でその組み合わせを選んでいただくんですが、まず A からいきましょう。政府支出拡大の結果、利子率の上昇によって投資が減少するため、GDP は Y1 となるとあります。ちょうどこれがこちらの図と同じような形ですかね。政府支出が拡大しました。政府支出を拡大すれば、IS 曲線が右シフトする。IS 曲線が右シフトした結果、利子率は上がるわけですよね。 利子率が上昇して投資が減少するこれクラウディングアウトということですで,ですからはあ GDP は Y になってしまいますよこれ正しいですよねですからまず A が正しいということが分かります続いて B です E2 では貨幣市場において貨幣の超過供給が発生しているこちらどうでしょうか E2 というのはここですかねこの点 貨幣需要これは超過需要なのか超過供給なのかということですがこれは B の方は超過供給となっておりますが正しくはこれ超過需要ですよねどういうことかといいますと先ほどこちらのところで取引需要が増えますよというお話をしました。取引需要が増えているということはまあ貨幣需要曲線これ右手術します。 貨幣需要が右シフトする貨幣需要が増えたわけですから需要が増えたということは需要が超過したということですから超過需要とということになりますですからこちらは不適切ということになりますそして C です R1-R0 で表される利子率の上昇は上昇は政府支出拡大による貨幣の取引需要増加の結果生じたこれはまさに クラウウングア、ね、R1-R0 で表される利子率の上昇これは政府支出拡大によって生じておりますからこれは正しいということになりますそうしますと A と C が正しいので解答群としては A が正しいということになりますただですね、まあ、一応 D の方も見ていきましょうか、まあ、ですから D は不適切ということになるんですが Y1Y1-Y0 これはこ 政府支出の拡大分に相当するとありますが政府支出の拡大分というのはちょうどこの右シフトした分と同じ分ですよねですから y 0と y 2の間ということになりますから y 2 y 0これが正しいので不適切ということになりますよろしいでしょうかそれでは続きまして先ほど少しお話ししましたがクラウディングアウトこれが発生しないケースこちらを見ていきたいと思います えこちらまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います。それでは写される方は写してください。はいそれではクラウディングアウト先ほど学習しましたがこちらの応用編になります。えグラフの傾きによってえどのようにこのクラウディングアウト これがに影響してくるのかこちらを見ていきたいと思いますまずはホワイトボードの左側こちらですねクラウディングアウトが発生しないというケースがあります2つのパターンこれがありますのでそれぞれどうしてクラウディングアウトが発生しないのかというのを見ていきたいと思いますまず1つ目が流動性の罠のケースそして2つ目が投資が非弾力的な場合この2つのケースがありますので えまずは流動性の罠のケースこちらから見ていきましょう流動性の罠というのは LM 曲線が水平になるところですねつまりこの部分というのが流動性の罠になりますここで財政政策を行うとどうなるかと言いますとまずはこちらとこちら国民所得と利子率えここが均衡しているのがこの部分ですねえここから IS 曲線 再生政策によって右にシフトするわけですねそれでは右にシフトさせていきますとだいたいこんな感じですかねこのような形になりますそうすると新しい均衡国民所得そして均衡利地率ですけれども均衡国民所得が ワイダッシュこちらになりますつまりこのような形ですね国民所得が増えたんですがこの状態ではどうでしょうクラウウディングアウト発生していないなんですね先ほどは財政政策を行いますそうするとこのような形で右にシフトするんですがそこから利子率が上昇することによって投資が減少しました。 でその分だけ国民所得がこう押し戻されてしまうような効果があったんですけれども今回は利子率これ変わわってないわけですねつまり流動性の罠のケースの場合は利子率が変わらない、まあ、上昇しないと知りましょうか。 先ほどのクラウディングアウトの例のところで説明したとおりですけれども財政政策を行ったら利子率これが上昇しましまたよねそしてその後矢印があって投資が減少してでまた矢印があってこれで国民所得減少しますよというお話でしたこの最初のところつまり利子率の上昇ここがないためにその後の矢印のところまで行かないわけですね。ですから 利子率の上昇がないためにクラウディングアウトが起こらないこれが流動性の罠の場合になりますでもう一つのパターンそれが投資が利子非弾力的な場合ということになりますまあこれ利子感濃度がゼロ投資の利子感濃度がゼロの場合まあこうした言い方もするというのは以前学習されたかと思います投資が利子非弾力的な場合はアイス曲線 こちらが垂直ににななるとというここりますこれも同様に IS 曲線を右シフトつまり財政政策を行うとどうなのか財政政策を行った結果このような形で IS 曲線を右シフトさせてみますそうするとこちらですね 新しい均衡国民所得がこちらになりますこの時にクラウディングアウト発生しているかどうかこれを見ていきたいんですが先ほどと同様に利子率まず見てみます今度は利子率については上昇しています新しい利子率はこのあたりですかねこのあたりですので利子率は上昇します で利子率が上昇した結果投資が減少することによって、まあ、クラウディングアウト投資が利子率が上昇した結果利子利え投資が減少するのがクラウディングアウトですけれども利子率が上昇したんですが今度は投資が利子非弾力的ですので減少しないんですね。つまり、まあ、この言葉利子非弾力的というのは 利子が動いても投資の量が変わらないよということですまあ利子感濃度という言い方の方が分かりやすいかと思いますが投資の利子感濃度がゼロ利子に対して投資全く反応しない変わらないわけですから今度はえ投資量が変わらないまあ投資の減少がないとしましょうか 今度は利子率は上がりましたがその後のステップのところ投資の減少というのがないためにここから押し戻されて国民所得が減ってしまうようなことがないということになります。つまりこの IS がシフトした分ということで流動性の罠そして投資が利子非弾力的な場合はクラウディングアウトが起こらない。 といういいいこととをしっかり押さえていただければと思いますちょっと難しいなという方はクラウディングアウトを発生しないケースこの2つがあるんだなここだけしっかり押さえていただければと思いますよろしいでしょうかさてそしてですね次がまたこれの少し応用的な内容となりますが括弧3ですかね曲線の傾きによるクラウディングアウトの変化ということで IS 曲線の傾き そして LM 曲線の傾きがクラウディングアウトにどのように影響するのかについて見ていきたいと思いますまずはこちら左側左上と左下ここが IS 曲線の方の内容になりますここを分けた方が分かりやすいですかねこんな形でこれより左側が IS 曲線についてそしてこっちでよりも右側が LM 曲線についてになりますまずはこの2つの比較ですね こちら LM 曲線については同じような線になっているかと思います。そして IS 曲線についてですが、こちら非常に急ですね。そしてこちらは緩やかになっています。で、今現在は Y と R、つまり均衡国民所得と均衡利子率は大体同じような形にさせていただいているかと思います。ここから同じような 財政政策を行った場合に、クラウディングアウト、どのように影響していくのか、これを見ていきたいんですが、それではやっていきましょう。まず、IS 曲線、財政政策を行いますので、右にシフトさせてみます。ここに行かないうがいいですかね。大体、同じぐらいシフトさせましょうか。大体同じぐらいシフトさせますと、 新しい IS 曲線こんな形ですかねこのような形で IS 曲線が右シフトするそうすると最終的にはここになりますね こんな形になるんですがクラウディングアウトの影響どうでしょうどちらの方が強いでしょうかえそれを見るためには赤の方がいいですかねもしクラウディングアウトがなければ、y、こちらもこの辺りですかね えこのような形で Y ダッシュダッシュのところになるはずなんですが利子率が上昇してしまっているこの結果クラウディングアウトが起こっているわけですよねこの影響が強いのを見分けるための一番のところはまあ国民所得の減少分を見ればいいわけですね押し戻されてしまった分それがこちらはまあそれほど大きくない小さいですよねそれに対してこちらは かなり大きく国民所得が減少してしまっているというのがお分かりいただけるかと思いますこのような形で IS 曲線が緩やかなほどクラウディングアウトの影響が大きくなるそして IS 曲線が急になれば急になるほどクラウディングアウトの影響は小さくなるとこれが結論になりますこうした内容がよく本試験でも出題されますので IS 曲線が緩やかな場合はクラウディングアウトが大きいあるいは IS 曲線が急なほどクラウディングアウトは小さいとこのような形で覚えて頂ければと思いますでこちら少し難しいなという場合は極端な場合を覚えて頂ければそうするとわかりますですから実はですねこちらの内容ですね IS 曲線についてはこれが一番極端な内容ですよね。投資が利子非弾力的ということは垂直なわけです IS 曲線が垂直。 垂直というのはめちゃくちゃ急、まあ、最大限に急だということですよねでこの時にはクラウディングアウトが起こらないということは IS 曲線が急になればなるほどクラウディングアウトは小さくなるとこのように理解していただければ結構ですそして LM 曲線は右側の方こちらのケースですがこれも IS 曲線と同様に考えていただければ結構ですそれぞれこちらが上の方が LM 曲線が急 そして、下の方が LM 曲線緩やかになっておりますが、これも IS 曲線は大体同じにさせていただきまして、それぞれ同じところで、これちょっと書いてないんですが、この辺りですかね。こちらとこちらで、ここも Y ですね。均衡国民所得と均衡利子率が決まっております。で、これも同様に IS 曲線。 財政政策によって右シフトさせるとどうなるかを見ていけばいいんですが実際これもやっていきましょう大体 LM 曲線をこんな形であ IS 曲線ですね IS 曲線をこのような形で右シフトさせました大体いい同じぐらいの量になってますかね大体同じぐらいの量 IS 曲線シフトしているかと思いますつまり同じ分だけ財政政策を行ったケースで LM 曲線が急な場合と緩やかな場合でどのようにクラウディングアウトに影響するのかこれも考え方先ほどと一緒ですもしクラウディングアウトがなければこちらになるはずですそれがクラウディングアウトがあることによって国民所得が減少してしまってますよと このような形で減少していますクラウディングアウトによって国民所得減少してしまっています。LM 曲線が緩やかな場合も同様にクラウディングアウトがなければこの辺りですかねこの辺りの国民所得に決まりますがクラウディングアウトによって 国民所得はこちらに決まるということになりますそうすると国民所得の減少分はこれぐらいですかね今度はこちら LM 曲線が急なときの方がこう戻りが大きいクラウディングアウトの影響が大きく LM 曲線が緩やかな場合はクラウディングアウトの影響では小さいですよということがわかるということになりますつまり LM 曲線は急なほど クラウディングアウトが大きくなる LM 曲線が緩やかなほどクラウディングアウトの影響は小さくなるということになります。まあ、これもこうやって理屈で覚えていただくのが一番理屈で理解していただくのが一番いいんですが、まあ、極端なケースだけ覚えていただければしっかり心内容も覚えることができます。今度はこちらですね流動性の罠というのは LM 曲線が水平になっている時です。水平というのは 極端に緩やかになっている。最大限に緩やかになっているケース。この時にクラウディングアウトが発生しない。ということは、緩やかになればなるほどクラウディングアウトは小さくなるんだな。ということがわかると思いますので、特にこの2つですね。この2つ、発生しないケースってどういうケースかな。というところをしっかり理解していただくのが、こちらの内容のポイントということになります。よろしいでしょうか。さて、それでは今度は、 金融政策の内容になります今まで財政政策を扱ってきたときは IS 曲線が右にシフトしました金融政策においては今度は LM 曲線がシフトしていきますこちらについての内容はまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思いますそれでは写される方は写してください はいそれでは第三節金融政策になりますえ先ほど第二節の冒頭でも申し上げましたがこの第三節金融政策財政政策との違いこれをしっかり押さえていただくということがポイントになりますではこの金融政策とは何なのかということですけれどもえこのテキスト第三節冒頭のところに書いてありますねですからこちら皆様と一緒に読みながら確認をしていきましょう金融政策とは中央銀行が 国民経済の安定と発展を図るために貨幣市場を通じてマネーサプライやその流れを調整する政策であるとこのように書いてありますつまり先ほど財政政策は政府が行う政策でしたけれども今度は金融政策というのは中央銀行つまり日本で言いますと日銀さんですねこちらが行う政策のことを金融政策というということになります。具体的には マネーサプライこれを調整するということなんですがマネーサプライどうやって計算したでしょうかマネーサプライというのは可閉乗数かけるハイパワードマネーこちらで計算しましたよねこちらホワイトボードに式を書かせていただきましたがマネーサプライは可閉乗数かけるハイパワードマネーとこのような形で求めましたこの M の部分 つまりマネーサプライを調整すするのが金融政策だとということになりますそして財政政策の時にも拡張的な財政政策緊縮的な財政政策というのがありますよとお話ししたようにこの調整というのも増やす方向と減らす方向があります。でマネーサプライを増やす方向これを金融緩和策といいます。 一方、反対にマネーサプライを減らす方向、これを金融引き締め策と言います。よくテレビやニュース等でお聞きしたことがあるかもしれませんが、この金融緩和策引き締め策、この言葉も覚えていただきつつですね、試験対策上、特に重要になってくるのは金融緩和策の方になりますので、この金融緩和策を中心に説明をしていきたいと思います。そして、マネーサプライを調整する。これを調整しますよというお話でしたが、 分解すると、M H、つまり貨幣乗数×ハイパワードマネーになるわけですからこのどちらかあるいは両方これを調整していくことによって最終的な掛け算の結果であるマネーサプライが調整できるとということになりますつまりマネーサプライを調整する金融政策のアプローチの方法としてはこちら貨幣乗数へアプローチすることとこちら。 ハイパードマネーアプローチすること両方考えられるということになりますまずは可閉乗数へのアプローチ方法これを見ていきたいと思います可閉乗数これどうやって求めたかどうでしょうちょっと前になりますけれども皆さんしっかり思い出せますでしょうか分母の方がどういうふうになっていたかというと現金預金比率プラス 支払い準備率そして分子の方が現金預金比率足すことの 1+1 という形で求められていたかと思いますまあ、テキストでもこのページ四角囲みのところありますので、えー、忘れてしまった方はそちらの方を見ていただければ確認できると思うんですがこの中で中央銀行これが調整できるのはどこの部分かというと現金預金比率これはちょっと調整するの難しそうですよね。 そしてててプラス1って書いてある1の部分これ1で数値固定されているわけですから当然これも中央銀行が変えることはできません。ということは中央銀行が変えられるのは支払いい準備率だけだけととうことになりますですからこの支払い準備率というのを調整することによって貨幣上数を上げたり下げたりすることができるということになります。では上がると支払い準備率を上げるとどうなるでしょうか 支払い準備率を上げますと M 貨幣乗数はどうなるかというとこれ復習でちょうど貨幣乗数を説明する時にもお話しさせていただいたかと思いますが支払い準備率は分母にあります分母の値を大きくするということは全体的な値は下がりますので貨幣乗数は下がるということになりますですからこちら反対ですね支払い準備率を下げれば そうすると貨幣上数は上がりますよということになりますまあ言葉の意味から考えてもそうですよね支払い準備率のところで学習したかと思いますえそうしますと先ほどの金融緩和策引き締め策どちらになるかというと支払い準備率を上げると貨幣上数が下がる ということは結果的にこのハイパ,ワー,ハイパードマネーではないですねマネーサプライですねマネーサプライの方は小さくなるはずですからこれは金融引き締め策になりますちょっと省略してシメントだけ書きますで支払い準備率下げるということは貨幣上数が大きくなりますのでこれは金融緩和策マネーサプライが増加するということに りますここまでまずよろしいでしょうか今度はハイパワーードマネーこちらへのアプローチ方法としましてはオオオペペペレーション売りりととというものと買いオペといううもものの買がありますこの売りオペや買いオペというのもこれもよくニュースで聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんでこの買いオペと売りオペよく混乱してしまう方がいらっしゃるんですがこれの考え方としては誰が行っているのか ということと何を行っているかこれをしっかり理解することが重要になりますで誰が行っているのか誰かの視点で見るかというと中央銀行の視点で見ますそして何を売ったり買ったりするのかというと債券を売ったり買ったりするこのように考えていくとハイパードマネーがどうなるのかというのを理解することができますでこちらの説明なんですがテキストの方の絵を見ながら説明していくとわかりやすいので テキスト、ハイパードマネーの増減策と書いてあるところ、四角三になっているかと思うんですが、この四角三のところの、買いオペレーション、そして売りオペレーションの絵のところをご覧いただければと思います。まずは、買いオペからになっておりますので、買いオペレーションの方からいきましょう。日本銀行さんの立場で考えます。で、債券を買うわけです。で、債券を買うということは、これは、 債券を買うということは現金を支払わなければいけないわけですねですから債券を買った代わりに現金を支払いますで誰に支払うかというとまあ銀行さんに支払っていくそうするとまあ銀行さんのお金が増えるということになりますよねで銀行さんのお金が増えるということはハイパワードマネーは増えるということになりますつまりこれはハイパワードマネーが増加する策ということになりますこれがちょうど 絵で表されていいるかと思います、まあ、銀行というか市中金融機関と書いてありますが、まあ、市中金融機関要するに一般的なみずほ銀行さんとか、まあ、理想な銀行さんとかそういった銀行さんのことということになります。そして売りオペレーションはまあこの逆ということなんですがこれも中央銀行の立場で考えますと売るというのは債券を売るわけですね。債券を市中の金融機関、まあ、銀行さんに売るということはその分 市中の金融機関銀行さんはその対価として現金を払わなければいけないわけですよね中央銀行に払う。ということは市中の金融機関のお金が減るということになりますからハイパワードマネーは減少するということになります。でこれも引き締め策緩和策どちらかというのは、まあ、この式から見ていただくと一目瞭然かと思います。ハイパワードマネーが増える場合はハイパワードマネーが増えた結果 マネーサプライも増えますから金融緩和策ということになりますで売りオペの方はハイパードマネーが減少しますので金融引き締め策ということになりますこのような形で買いオペと売りオペこちらについてもしっかりどちらになるのかというのを理解していただくことが重要になります そして次のところですが、カッコ2とカッま3、こちらは用語の説明になりますので、読んでいただければ結構かなと思いますので、皆様、各自お読みいただければと思います。そして、資格用のところの金融政策の関連用語も、これもカッ1からカッ3までありますが、それぞれこれも用語の説明ですので、お読みいただければ結構かなと思うんですが、少し補足で説明をしていきますと、カッコ1のアナウンスメント効果。 ここちらはこれも最初の2行を読みましょうか経済政策や経済予測が公表された場合企業や家計がそれらを考慮して公表前とは異なった行動をとることをアナウンスメント効果というとありますけれども具体的な分かりやすい例としましては例えば消費税ですね大きい買い物をすると8%と10%ではかなり税金として支払う消費税違いますよね。 だったらまあ8の上ににうちに購入しておこうかなこういうふうに考えて例えば家とか住宅とか結構大きい金額のものを買ったりしますよね。このように消費税が上が上るというふうにアナウンスした結果みんな今のうちに買っとこうというふうに行動が変わりましたよね。これをアナウンスメント効果というとこのように考えていただければと思います。そしてインンフレターゲティング これも説明の方を読んで頂ければと思うんですが簡単に言うとこの金融政策これの見える化と考えていただければ結構ですで具体的にはこう3つ手順がありますよということで3つこちらの方も赤字のところのポイント中心に読んでいただければと思いますそしてカッコさんの実質貨幣中蔵収入ちょっとかみやすいですけれども実質貨幣中蔵収入まあセニョリチというふうに言ったりすることの方が一般的だと思うんですが これはどういうことかと言いますと簡単に言うと例えばお金を作ることができるというのも中央銀行の特徴ですよねただ一万円札あれって作るのに1万円かかるかというとそんなにはかからなそうですよね。ということは一万円札を作るのに例えば100円かかったとしたら9,900円利益が出るというのと同じことですよね。 これがこの「セニョリッチ」に当たりますよとこういう形で捉えていただければと思いますま。儲かるからといってすりまくってしまうとインフレがもちろん起こってしまうのでそこはうまく考えなければいけないんですがお金をするということは実質的には1万万円円作るののに1万円かからないといとととうことは他の商売と一緒まですからこの支払い準備率とかも補足で説明しますとあんまり上げ下げを勝手にしてしまうと。 そうすると経済が混乱しますのでこういう方法でもちろん金融政策を行うんですがコロコロこういったものを変えてしまってはいけないので慎重にする必要があるということも併わせて押さえていただければと思いますそして次のところ資格5ですねここが一番資金対策上重要なところになります金融政策の効果というところですけれどもこちらについて先ほどの財政政策 これと考え方は同じになります。同じというか同じようにグラフで考えていくと分かりやすいのでホワイトボード右側の方で見ていきたいと思います。今度は金融政策というのは何を行うかというのは今こちらでやりましたよねマネーサプライここを調整するということになります。でマネーサプライこれをちょ調整するとどうなるかと言いますと、まあ、マネーサプライこれ増加の方 こちらで説明していきますつますつり金融緩和策こちらの方で説明をしていきますが金融緩和マネーサプライを増やすということはこれは貨幣供給が増えるということですよね。そうすると LM 曲線これどちらにシフトするかといいますと右にシフトするということになります。 LM 曲線が右にシフトするということになりますでは実際に LM 曲線先ほどの IS 曲線を財政政策の時にシフトさせたのと同じようにですねシフトさせた時にえ国民所得そして利子率がどうなるかこれを見ていきますが LM 曲線じゃあシフトさせていきますじゃまあこれぐらいシフトするましかこのような形で LM 曲線が シフトするとまあこんなような形になりますそうするともともとの均衡国民所得がこちらの Y でで均衡利子率がこちらの R でしたがここからどうなったかというと利子率については下がりましたそして国民所得については 増えましたこうですねということになりますまあ、利子率が下がった結果投資が増えるわけですよね先ほど IS 曲線シフトの時にもお話しさせていただきましたが今度は利子率が下がるわけです利子率が下がると投資が増えますで投資が増えた結果総需要が増えますで総需要が増えた結果国民所得が増えるとこのような流れになるということを理解していただければと思います ですから書きませんけれども M が減少する場合つまり金融引き締め策が行った場合は NM 曲線が左シフトしますのでこの逆の減少が起こるとこのように考えていただければ結構ですそしてカッコ2カッ3のところが今度は無効なケース金融政策について無効になってしまう効果がないケースがあるんですがこれがどういうケースか というと先ほど実はクラウディングアウトで出てきたところと同じになるんですが流動性の罠になっている場合そして投資が非利子非弾力的つまり利子感濃度がゼロの場合この場合は金融政策が無効になってしまうこれもしっかりご理解いただければと思いますこれもですね実際にシフトさせていただくのが一番わかりやすいと思いますのでこの状態からシフトさせていきたいと思いますこれちょっと IS 曲線違いますね IS 曲線が利子非弾力的になっちゃってますがこれ IS 曲線は通常にしないといけないですね。え流動性の罠のここに対して IS 曲線がこうなっているケースですね。えすみませんこのような形で IS 曲線は普通の右下がりの曲線ですけれども流動性の罠の状態のときこのときに LM 極これが右シフトしたとしてもですね結局こうなるだけなんですよね。このようにして右シフトしましたがもともとの国民所得均衡国民所得がここで均衡利子率こうですが全く変わってませんよね。これは利子率が結局変わってないわけです。 利子率が変わらなければその後の動きが起こりませんので国民所得が変わらないとこのような形になりますそして投資が利子非弾力的な場合投資が利子非弾力的な場合この場合も LM 曲線を仮にシフトしてもですねこのような形でシフトさせたとしてもですね 結局は今度は利子率については下がります利子率については下がりましたけれども投資が利子非弾力的なわけですから投資量変わらないわけですねですから国民所得は変わらないですよということで金融政策は無効になってしまうとこの2つのケースについてもしっかり理解していただければと思いますそれれでではこれで 第4章の内容ですかねすべて終わりということになりますがまた必須テーマルバチェックでちょっとこの章の確認をしていきたいと思います。それではそちらにつきましてはまたホワイトボードを切り替えていきますので写される方は写していただければと思います。そそれれででははお願いいいたししますホワイトボードを写してください はいじゃあそれではですね皆さんこちらお手元テキストを開いてください続きましての内容はホワイトボード見ていきましょう第4章ヒステーマ丸バツチェックですで第4章の内容は今まで筑ま講師の講義を主張しながら皆さんしっかりとね勉強を進めていたかなと思いますでその最終的にに確認ののチェックになりますでここの内容はですね私山口の方で担当させていただきますので一旦バトンタッチとなります。 ささあ皆さんよろしいでしょうかこちらまずはしっかりと問いの1から問いの9までまずは回答を進めてくださいで回答を進めていただいて回答が終わったらですね再度視聴していただければと思いますはいじゃあ回答終わったという前提で進めていきますので皆さんいかがでしょうかねこちら解いていただきましてできなかったという方できた方はもう次いっちゃってください 次の第5章にに進んでででいただいて結構です別にこのの解説講義を聞く必要もないでしょう次のスパンに進めていただきたいとで,できなかった方はしっかりとねまずはこの問いの4ここが大体ですね今回の総まとめ的な問題の一つでありますのでここをもう一回理解していただきたいとともに間違った箇所につきましてはこちらテキストの該当ページ をですね、こちらホワイトボードに書いてありますんで必ず戻って必ずテキスト該当ページに戻って復習を進めていただきたいとでそしてそしてそこのページを見てもわからないとなんかわからないなと思う方は必ず今4章でしょ3章もしくは2章1章に戻っていただいて復習を進めていただきたいこれ大事です。だから 急がば戻れですのでここは恥ずかしがらずに必ず戻って踏み固めてから一歩前進をしていただきたいなぜかと言いますとこの第四章までの内容が実はもう本当にマクロ経済学の中でとても重要なポイントでそこに対してじゃあ続いてのところ開いてくださいページ第五章は国際マクロ経済学ですで、今のところまで第四章までをしっかりと踏み固めておかないと もうそこを踏み固めていますよねという前提で5章書かれておりますしそのように展開していきますだからまだ踏み固め度合いがちょっと不安定だなっていう方がいきなり5章に入ってしまうと絶対ね5章の勉強の時にどうなってしまうのかっていうとわけわかんなくなっちゃうんですよで私もですね平成の13年から この新試験制度が13年から始まったんですこの経済学入るねでこの制度が始まった時からずっと経済の本会と教えてますだから経済学を教えている長さだと診断士の講師の中で一番長いですでその中でどこで皆さん多くの方がつまずいているのかと言いますとここですよ第4章でつまずくから経済苦手になっちゃうんですじゃあ第4章を攻略するためには1章2章3章が重要で私前回にも申し上げたと思うんですけど 階段上の学問ですよねと申しし上げました財務会計とか、ね、経済学経済政策は階段上の学問で1段目が崩れちゃったら2段目に上るのが大変という形になりますんで一旦急がも戻れという形で必ず4章で立ち止まっていったんですね分からないところは総まとめで潰してください。で全部1章2章3章をもう一回動画見てもいいですよ。 逆に遠回りかなと思うんですそれ近回りですからしっかりとあのちくま講師の動画を見てですねインプットしていただいてから5章に進んでくださいだからここは足踏みじゃないです一旦踏み固めるというイメージで考えていただいて4章までがまず完璧にできるか今回のこちらの問1から問9までが完璧にできるかこれを確認してから必ず第5章に進むようにしていただきたいと思います、ね、ここは焦らないでくださいで、そして第5章が終わると第6章は ミクロ経済学に入りますんで、また違うセクションに来ますんでまあ、皆さんはね。あ、第6章はちょっとまた違う理論なんだなっていう風にちょっとね。今までのところをあまり引きずらずにこう進めることができますんで、ちょっとホッとするでしょう。うだから、第5章までしっかりと抑えておくね。で、そのためにも第4章は絶対必要ですので、そこまで抑えればまず足切りはなくなります。マクロで4割取っちゃえばマクロで4割取れば足切りはないわけですよ。そういったミクロで2割でいいじゃないですか？2割取れば合格点ですよ。 そうですよね3割取ったら10点プラスの貯金になりますだからしっかりとこの4章までしつこいようですけれども是非固めていただきたいとはいじゃあそれではですねもうこちらは一応復習しているという前提で一つピックアップするならば問いの4こちらがですね実はこの1章2章3章4章の中の総総ままととめめ的ななな問題なんですねだからこちらピックアップしてグラフを書きました。 さあ一緒に読んでいきましょう第4章あごめんなさい第4章のこの丸バチェックですね第4章の丸チェックの第4問ですね問いの4こちら見てくださいでこの問題は平成22年度に出た問題でありますけれどもとても良い問題です、ね、でこのことは一言一句しっかりと確認しながら解いていただきたいと思いますので一緒に読んでいきますねまずいきましょう問いの4見てください100ページさあ「投資の利子弾力度が 大きいほどとまずここを皆さん見て IS 曲線と LM 曲線のどっちですかどっちですかまずこれを考えなきゃいけないどっちの線のことを言ってんだろうとまずイメージわかないとアウトですじゃあここは投資の利子感濃度ね利子感濃度ってじゃあ何ですかこれ弾力性のことですねだから利子弾力性と利子感濃度っていうのはイコールですよっていうのをインプットされたと思いますはいでまず投資と来ているので LM 曲線はこれ金融政策ですよねで、IS 曲線は財政政策に関連するところなんでじゃあ投資っていうのはどちらかというとこれは IS 曲線ですね財政政策的な財市場の話になりますねだから貨幣市場じゃなくて財市場財政政策がまあ影響を及ぼす市場になってきますんでだからこれは IS 曲線の内容なのかな投資はと いう,ふうにまずそこで限定しななけければいけないそこで LM 曲線のことをあまり考えてしまっては時間のタイムロスになってしまいますので必ずここではまず投資の利子感濃度あ IS 曲線だとね IS 曲線財市場のことだっていうふうにまずフォーカスしていただいて一致していただいて大きいほどだからじゃあ大きいっていうことはこれどういうことなんですかって言ったらこれはイコール弾力性が 弾力性が大きいということですねイコール弾力性が大きいっていうことは何かの力を加えたときにビヨンと伸びるわけですよゴム紐がじゃあ何の力を加えます何の力ですか今回ここに加えていく力はさあクラウディングアウトの程度が大きく財政政策に伴う所得拡大効果は小さくなるというふうに書いてます問いをこれ丸になってますでここではじゃあ何の力に対して利子感濃度だから利子ですよね 何の力っていうのはこのリシ感濃度がでかい、リシ弾力性がでかいっていうことは何の力についてビヨンと伸びるのかってとリシの力に対してビヨンと伸びるというイメージですゴムがするとこの赤で今書いたホワイトボードに書いたリシを同じだけ下げています同じだけ下げるだから同じだけリシ率の力をギュッと入れていくとじゃあビヨンと伸びたのどっちこれは上じゃないですか上 で上の時のグラフの傾きさまとめて覚えておいてください利子感濃度が大きいということは利子弾力性がまあ大きいもしくは利子弾力性が高いというところになりますそして傾きはこれ緩やかになりますね緩やかここセットですよでこれ傾きが急利子の力に対してねゴムがあまり伸びないギュッ伸びない伸びないでしょここ。 とといいうことは急なわけでですすよろしいですか利子の力に対して肝濃度が大きいっていうことはビヨーンと伸びるで利子の力に対して肝濃度が小さい弾力性が小さいということはガッとあまり伸びないこういう話さあそうするとじゃあここで大事になってくるのはエルミ曲線は同じでですすよね今回無視ですでそしてここで出てくるのがクラウウディングアウトさあこの言葉もしっかりと復習をしといてくださいよく出ますクラウディングアウト。 そして財政政策さあ財政政策っていうことは IS 曲線はどっち側にシフトしますか右左どっちこれ右ですよね財政政策っていうことは IS 曲線<对>財市場に対してこうね政策を打っていくわけですだから右側にシフトします右でも下でもあごめんなさい右ね右側右側にシフトしますね上でも結構ですよこれはねもう本当に本の書き方とかもう見方によって全然ね変わってくるんですけれども まあ皆さんまこうやると上にシフトするっていうことは右に行くってことなんですよで右にシフトするっていうことは上にシフトすることと一緒なんで、まあ、大体右と上は一緒かなとで逆に下下行きますよねこうやってペン下に下ろす下に下ろすっていうことは下と右ね LM 曲線だと下と右が一緒だよねとかそういうふうに考えてくださいねだからどっちの表現で出ても対応できるようにしていただくのがポイントになります これよろしいですかこここすすごい大事ですよ、ね、なんかこう上にって言った時にえ「右ってテキスト書いてあったよね」じゃなくてもう鉛筆を置いていただいて上にあこれ右にも動くよねという形で考えていただきたい、ね、これすごい大事私もですね受験生の時はそうやって考えましたはいじゃあいきましょうでそしてこういったところをまずベースにしながらで上のところを使うんだなって言ったら上のグラフを考えていくそしてこちら、はい、財政政策に伴う所得拡大効果は小さくなりますよと。 クラウディングアウトって何ですかクラウウディングアトって何ですねクラウディングアウトが発生しないケースっていうのをまず覚えるんですよ極端なケースを覚えてから、ね、考えていった方が経済学っていうのは分かりやすいですんで発生しない時ってどういう時これはテキスト93とかに戻ってくださいまずはこちら流動性の罠ここね流動性の罠のところ発生しないあともう一つは何かっていうと次の94ね 今の 93, 見てください93は流動性の罠ここの時ありますねこの時はクラディングアウトが発生しないわけですでこちらもう一つがこちら94ページ見ていただきますとこの等しが利子非弾力的まっすぐな時まっすぐ垂直っていうことはこれどういうことなのかっていうと傾きが急の極限です極限っていうのはおかしいな数学急,急に急に急にしていくと垂直になるじゃないですかそうですね 急な斜面よりも垂直な斜面っていうのは、まあ、あの極端な急なところですからだからまっすぐになればなるほどこれクラウディングアウトは発生しないならば傾きが緩やかになればなるほどするわけですよねするじゃあその時のキーポイントって何ですかってここでキーポイントになるのは利子率ですよね利子率利子率に対してまあ実際に投資が動かないのかもしくは利子率そのものが動かないのか さあここ,しつこく言いますよ利子率そのものが動かないのか利子率に対して投資が動かないのかこういうい話なんですでそうすると動かなければクラウディングアウト発生しませんよって原理原則押さえていただければじゃあどうなのかと極端なケースを覚えていただいて垂直の時にはクラウディングアウト発生しないならばこうどん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 平たくなっていく角度が緩やかになっていくほど発生するよねだからここの内容はこれ発生するよねというふうに考えていただきたいと。 クラウディングアウトの程度が大きくだから文章は正しいわけ程度が大きく財政政策に伴う所得拡大効果はあとは交点の移動ですよそれぞれシフトする前とシフトした後のビフォーアフターで国民所得がどれだけ増えるかっていうとこちらはじめの点 E から点 E ありますねこちら点 E から E' に移った時にどうなるかという国民所得の,所得の幅,を幅を比較していただければいいです。Y Y から y ダッシュ小さい Y から Y ダッシュ上よりも大きいだから国民所得が大きいのは下じゃあ小さいのは上じゃあなんで小さいんですかっていうとこれはクラウディングアウトが発生するちょっと赤で書きますと本当はここからここに行きたいんですよここに行きたいここに行きたいんだけど戻ってしまいますよ戻ってしまいますよとねなぜならばちょっと利子が上がっちゃうからね 国が豊かになると利子が上がっちゃうから、利子が上がるとどうなのかってうと投資が下がるとこういう話です。利子が上がると、今度は投資が民間の投資が下がると。そうなりますね。だから少しね効果がなくなっちゃうよという話になると。さその時にじゃあどうやって右シフトをさせます。ここも復習しておいてください。is 曲線を右シフトさせる。これはじゃあ何によって需要の？ 式のの中の何によって右シフトしますこれは政府の支出ですね財政政策だからだから GG が増えることによって右シフトしますよとね G が増えるけど投資民間投資の I が減るからちょっとクラウディングアウトによって小さくなっちゃうとで急な場合は起きようという風に考えていただきたいとはい、まあ、ここしっかりとね復習できればもうほぼほぼ大丈夫ですんで、まあ、皆さんね確認をしっかりしといてください。 はいじゃあそれではですねホワイトボード切り替えていよいよ行きましょう、ね、第五章の国際マクロ経済学さあここでちょっと理解が不十分だという方は焦らずにね焦らずにもう一回戻ってしっかりと復習をしてから五章を取り組んで五章に取り組んでいただきたいと思いますはいじゃあそれではですねこちらホワイトボードを移してくださいよろしくお願いします